自民党の今井絵理子参院議員が30日ツイッターを更新。今井氏のツイッターによると、先日自民党女性局は海外研修としてフランスに行っていたという。今井氏はインスタグラムにも現地から投稿していたが、誹謗中傷をする DM が送られてきたと明かした。 DM に送られてきたメッセージの一つをご紹介します。私は残念ながら何を言われても死ぬことはありませんが、世の中にはその言葉に悩み苦しみ思い詰める人もいます。 SNS の発信には気をつけなければいけないですね、とツイート。今回の海外視察には、物見湯さんやろ、一般庶民の現状分かっていますか、国民が困ってる時に視察なんてリモートでしろなどと批判が集まっていた。